おはようございますただ今から決算特別委員会第三文化会を開会いたします欠席届が森田由美子委員から提出されております本日は昨日に引き続き交通局の審査を行いますそれでは質疑のある方は挙手願いますはい、はい、結構です ここで確認のため、質疑通告者と順序を申し上げます。田中昭秀委員、森本委員、北山委員、兵藤委員、井上委員、小内委員、山田委員、川島委員、森田守委員、宇佐美委員、島本副主査上谷委員、平田委員、天方委員、 伊崎委員。通告漏れの方はおられませんか。それでは。順次発言を許します。田中明で委員。田中明で委員どうぞ、はい。おはようございます。えー、二日目でございまして、えー、昨日もいろいろあの、皆さん方の。お話も聞いてたんですが、こう、パッとこう見ますと。ほぼほぼね、これ、あの。 市内周辺部の人ばっかりでねこれ真ん中の人がちょっと少ないということはやっぱり周辺部は行政課題として公共交通の問題をたくさん抱えているということだと思います地域の人の声を一番よく聞かせてもらっているのが我々ですのでその部分も含めてお伺いをしていきたいと思いますが。 き、えー、のうもいろいろ、やっぱり一番たくさん出てたのがあの、バスの運賃の話と、おそれから、えー、運転手さんの担い手不足のお話を、それぞれ皆さん、されてたんですが、いろいろ、こ,このコロナ禍前のこの状況にまだまだ戻りきっていない中で、えー 攻めの経営戦略じゃなかなかしていきにくいのかなと思うのですが、まあ、私,た私とか天方先生とかあの当選した当時は一日、えー、地下鉄走ったら家が一軒建つというような悲惨な状況からこう頑張っていただいて、えー、それを脱却して、えー、お客さん、まあ黒えー、それで地下鉄も バスもそれぞれ黒字になってきた中でコロナで非常に厳しくまたなったということでございますがいろんな地域事情があって要望がそれぞれその地域の皆さん方の要望があって昨日もいろいろとお話をされてたのですが現状京都市民は今何を一番こう バスに、うん、と特化してお,お聞きしますが、バス事業で何を一番この京都市民は望んでるのかなというようなことについて、えー、どのようにお考えでしょうか。西久保次長はい えとあくまでも私の所見でございますけれども、今あの、京都市内って言いますのは、バスのネットワークが非常に充実しているというふうに考えてございますし、えー、まあ非常にああの財政的には厳しい状況が今、続いておりますけれども、基本的には、えー、今のネットワークを引き続き、えー、守っていくということが望まれているのではないかなというふうに考えてございます田中紀委員まあ私もあの 同感でして特に周辺部の皆さん方は路線の維持中いうのは一番思ってらっしゃるのかなと思うんですが、まあ、京都市全体としたらやっぱり値上げせんといてほしいなというのが私は市民官僚として一番先に来るのかなと思うんですその中で、えー、代表質問もさせていただいたんですが。えー 値上げ回避に向けて、まあえー、あらゆる経営努力をしていくということで代表質問のときにもちょっとお話をさせてもらったこの一部新聞報道がございました。えー 市長選挙で市長与党が市長野党が躍進したので値上げを回避値上げに対する議案を出さなくなったところありますおそらく全員がねあの皆さん方も含めて私たちも全員がその値上げせし,しないでほしいというのはもう全員が持てることなんでまあ,あのこういう 特に地元紙でございましたので、間違った報道に対して、えー、局の方から申し入れをしていただいたと思うんですが、えー、その時の状況、まだ、あ、その時の、えー、報道の方の接し方というのは、どんな感じやったんですかな大,塚大塚企画総務部長。はい あの運賃値上げに関しましては、もうこの、えー、と新しい計画、ビジョンの見直しをしましてから、ずっとご議論いただいてきている中で、あの各先生方、すべての先生方から、あらゆる経営努力をしっかりやった上での最後の手段だろうというようなことをあの徹底的に我々にもにも言っていただいてきた経過もございます。で我々私もそのつもりで、えー、しっかり取り組んでまいりましたし、えー、そういう趣旨で取り組んできているというふうな内容のことについて、 えこのような形での報道というのは、われわれの取り組みを正しく伝えていただいてないよなというようなことについては、あのえー、新聞社に対しては申し入れをいたしました、でその点について、われわれの主張について理解をいただけたというふうに考えております田中晃議委員。局としても、間違ったものに対してはしっかり正していっていただきたいと思いますし、われわれも、その、 いう方向でまた議論もしたいと思いますし、え何とか値上げ回避に向けてということなんですが、市長はこの今期で優待を表明をされた中で新しい市長になってまたこのこの値上げ運賃回転の話がまた出てくるかと思います。うん何とかあ新市長をしっかり 言い方を皆さん方で推せる方を選んで、えー、その中で、えー、我々の要望としても、値上げ回避に、運賃改定、値上げ回避に向けても進めてほしいということで、また議論をしていきたいと思いますので、えー、その点はまたよろしくお願いをしたいと思います。それから、えー、地域事情の中で えーまあ、私にも錦鯉ですので、えー、この落差さあ移行プロジェクトの中で、この交通問題を取り上げていただいてますし、えー、坂越副市長からも直接、落災の交通問題について言及もしていただきました、あの副議長も主査もあのしゃべれませんので。 代わりにお二人の分もしゃべりたいと思うんですが、そういう思いは、会派を超えて、共通認識で西京の議員は持っておりますので、天、ま、方、あ、先生も含めてね、そのさあ、いこう、落災のプロジェクトの中で、この特にバス路線の,この維持、 今先ほど次長が言っていただいた維持ができていくのか路線は維持をするけれども便数は見直していくのかそのあたりの今、具体的な計画思いはどのようになってますでしょうか小玉自動車部担当部長。 落差地域のバス交通についてでございます覧の,のとおりも、落差地域ですが、あのバス事業者4社です、ねえー、によりまして、生活交通にを担って、まあ、そういう特色のある、そういった地域でございます。あのこれまでからまあ事業者間、連携を図る中で、例えば、鉄道の駅との接続を便利にしましたり、あるいはダイヤをまあできるだけ等間隔にということで、使いやすいバスに向けての取り組み、そういったところを進めてまいりました。まあ、一方で まあ4社のバスが走っておりますものですから、まあ、全体のまあバスの輸送力をまあどうしていくかという部分についての検討というのはこれからと、そのような状況でございます。まあ、そういった中でまあ市、市内のまあいろんなエリアがございますが、人口減少など、そういった部分でのまあ利用者との減少ですとか、あるいはまあ昨日も議論もございました、担い手の関係等ございまして、各社ともまあ厳しい経営環境、そういった状況にあるのは一、えー、つでございます。 まあそういった中ではございますが、落差エリア、バスがたくさん走っている状況でもございます。まあ、そういった中で、地域にお住まいの皆様からすれば、本数はあるんだけれども、もう少しまあ便利に使える状況になればなという思いがあるというふうには感じているところでございます。あのご紹介ありました、今、落差イサ最高プロジェクト、今年度、市役所全庁一丸となって、地域全体の活性化。 それに向けた取り組みとといいうことで、えー、立ち上がってございます、えー、バス交通のバージョンアップ、まあ、交通のバージョンアップ、この実行策の一つということで掲げております。まあ、そのイメージなんですけれども、まあ、例えばそのバスネットワークですね、一つは洛西地域の拠点であります、タウンセンター、洛、ま、西、あのバスターミナルでございますが、そちらとまあ最寄りの鉄道駅をバスでまあより早くつなぐことができないのか、そういった部分について、時計局を中心にまあ検討を今、進めておる いいうところでございますまた、えー、落差バスターミナルから鉄道各駅、まあ、現状ではニュータウン内のまあ各エリアを経由してから向かうルートというふうになっておりますが、そういったルートを目標いたしまして、より早く、えー、つなぐ、そしてまあタウンセンターの魅力、にぎそういったものにつなげていきたいということで、今、えー、検討を深めている、そういったところでもございます。よろししくお願いいたします田中紀、まあ、あの赤字路線ののの線上位は西と南のばっかりで です、えー、し、えーまあ、電車が来ない中でバスを充実させてもらってるその中で、えーえーまあ、あの空気ばっかり運んでるやないかというあのご意見もあるし、えー、地元のお落差の人もそういうふうに思っていらっしゃる方もいる中でなんとかあの、えー、たくさん民間バスが 走ってるそういうところと、市バスがもう一段上がった状態で協力をしていってほしいな、えー、運転手さんもなかなか確保できない中で、えー、それぞれが思いのままにというようなことじゃなくて、えー、しっかりと民間バス会社と、えー、協議をしていただいて、 えー、住み分けをしていく中でもっとこう効率的なあ運行の仕方が私はできるのではないかなと思うんですがそのあたり、いかがですか。小玉部長はい えー、い,っぱいございましたように、洛西地域、本当にあの4つのバス会社がバス運行しているという、それがまあ特色でもあり、まあ、ある意味強みと申しますが、そういったところでもございます。そういった中で、まあ、先ほどありました洛西のサー移行プロジェクトの、えー、事業もございますし、また別の場面では、あの京都市の洛西地域では、えー、地域の公共交通会議というものを立ち上がっておりまして、まあ、そういった4社、あるいはまあ地域にお住まいの皆様、そういった皆様との議論の場というのもあの設けられてございます。 まあそういったところを通じまして、やはり街づくりとの連携ですとか、まあ、事業者間の連携、そういったものもより一層深めながら、まあ、より便利な交通体系に向けて、どういったことができるのか、そしてまあ収益性の観点からもまあ効率的で、まあ、持続可能な交通体系、どういった形を目指していくのか、そういったものについては、引き続きあの短期的ではなく、中長期的な視野も含めながら、検討を進めていきたいというふうに思っております。 あの今、各社によって運賃制度、使える乗車券に違いがあったりとか、そんなところもありますので、そういった部分のシームレス化ですとか、そういったものもいろいろ考え合わせながら、より便利に使っていただけるよう、民間バス事業者ともより一層連携を深めて進めてまいりたい、そのように思ってございます田中昭恵デ員昨日もあのうも発表があったと思うんですが、京阪京都交通も、運転手さんが不足す しているので、えー、一部路線で、えー、減便をするというような発表があったかと思いますしそれはご存知ですか児玉部長慶、はいえー、安京阪京都交通さにつきましては、えー、とホームページの方でも、えー、記事の方が上がっておりますがデシロップの深刻化という中で、うん、運行本数について、えー、一時的に、えー 一部の便を運休するということで、えー、発表されていることは承知をしてございます田中議員。これも減便されるところ、ほとんどがあの落札の走ってるバスでございます。<laughs> えー、運転さん不足で、えー、減らされていくのが、やはりこういう西とか南の路線になってくるんではないかなという。 私ども地元議員としては危惧があるのですが、そのあたり、いかがですか。小玉部長 共通、はい、したいろんなエリアがございまして、あの各事業者がそういうエリアをしっかり輸送にらうというところは、あの私も思いとしても持っているところでございます。そういった中で今、落札について、慶、まあ、安共通交通さんの事案がございましたけれどもあの、そういった中でも、やはり各事業者の連携という中で、地域のバス交通、どうしっかりと守っていくのかという視点、大変重要かと思います。 あのバス運転手の担い手不足というのは全国的な課題でもございますが、そういった中でこそバス事業者や知恵を持ち寄って、まあ持続可能な交通体系どうすれば構築できるかということについてはいろいろ知恵を絞ってまいりというふうに思ってございます。田中昭人委員、まああの昨日もあの管理の注意託の話がありましたあ。民間に委ねているところのお路線もお担い手不足の運転手不足の中で、えー、また。 あ住宅しているところがあ問題が出てくるというようなあーケースも考えられますし、えー、なんといってもやっぱりなかなかあ運転さんが不足する中で、えー、中心部の,あの収益性の高いところは、えー、なかなか減らすことは難しいでしょうしある、えー、いってやっぱり、えー、市内周辺部のおそ一番対象になってくるのが 市内周辺部の特に収益の悪いところになってくるのではないかなという危惧が消えませんのでここは皆さん方に知恵を出していただきながら民間バス会社と協議する中で効率的な運行をしていただきたいしそれが西京区民はいつも思っている市内均一運賃西京だけ川を越えたらパンパカパンパカとお金値段が上がりますが これも、えー、市内均一運賃の話も前へ進んでくるのではないかなと思いますので、えー、このあたりも含めて、えー、十分強調をしながらあまたこの落差地域のバスの運行も考えていただきたいと思います。何かございました大塚 大塚企画総務部長。はい。あの今おっしゃっていただきましたように。 えと周辺部も含めてあのバスの路線をしっかり守っていくというのがまあ我々の使命であろうというふうなことを大前提に思っておりますで。ただご懸念いただいておりますように運転手不足の問題というのは非常に大きな課題、昨日からもご議論いただいておりますように我々のところにも非常に大きな課題として今のしかかってきているというような状況かと思っております。でまあこのののの中中ででで民間のバス事業者さん特にに場合ですとと社がいいるという非常にそのまあ市内の中でも あのえー、民間バス事業者さんとの協力が非常に求められる地域であろうというふうに思いますので、えー、その中で、えー、おっしゃっていただきましたような、あの効率性でありますとか、えー、利便性のさらなる向上、今、えー、4社局がバラバラにやっているがゆえに、できていないことを、えー、しっかりやれるようにした上で、で、さらに持続可能なあのやり方をどうしていくのかというようなこともしっかりと追及していきたいなというふうには思っております。田中 まああのその部分はこれから引き続きご検討いただきたいと思いますし昨日もあの私どもの山本議員の方から BRT の話が出まして、えー、まあ連結バスで、まあ、走行できるところがまあ限られてくるのかなと思いますが連結バス以前あの小笠原さんが副市長の時にいろいろ国交省をやったので 洛西、えー、のこの交通問題どうですかねというような話を直接いろいろした中でまあそら BRT ですとあ言うて、えー、言うてはりましたけど、まああのー、最近あの宇都宮で LRT が走っていまして、えー、私どももやっぱり LRT 一回見に行かなあかんなと思いますんで来月ちょっと段の視察で行きますけれどもとにかく全国から。 えー、視察が殺到しているようで、えー、行政の方があがその視察に対応できないというような状況になっているらしいです、えー、特にあの、えー、ベテランの局長とか次長は、あ以前あの、私どもの先輩の国枝先生が LRT、えー、LRT ということで、ずいぶん研究もされて、発言をされてた、ご存知だと思うんですが。 LRT についてどのように思っていらっしゃいますか。大塚部長。はい。えー、あのあのそうですね。えっと京都市の中におきましては、ま都市計画局を中心にして、あの LRT。 えー、特にやはりまああの混雑の問題でありますとか様々なあの課題がある中で、えー、議会の方からもいろいろご提言もいただきながら取り組んできたというふうにあの認識をしております。まあ,あの我々といたしましては、えー、今ある <coughs> 交通体系ですねバスそれから地下鉄まあこれをあのしっかりと守って、えー、市民の足を守っていくというふうなことがあの何より交通局としてのあの大きな 役割やというふうに思っておりますので、これまでの通り安全安心、それから効率性というようなことを追求して、しっかりと運営をしていきたい、まあ、その中で、新しい交通体系、あのこれはあの日々進歩しているものだというふうに思います、そんなところにもしっかりとアンテナを張りつつ、で歩く町とも連携しながら、そういった事業についても、注視をしていきたいなというふうに思っております。田中明 まあ、あの、えー、実際、あの、まあ、あの、歩く街が、まあ、いろいろ考えられることなんでしょうけども。まあ、実際、また、実務になっていかれる交通局と、ほう、しても。また、一回、あの、エルアも、まあ、見に帰りましたか。まだ行ったら。いかがだった。局長、どうでした。北村管理者。 はい、あの私は、えっと、交通政策課に在籍中ですから、えっと、もう、えー、15年ぐらい前になりますが富山のライトレールトランジットを当時導入で見に行きまして非常にやはりこう、えっと、段差が解消されているのでバリアフリーにも適しているとか音が静かとか環境にもいいとかそれに非常にデザイン性にも優れているのであの富山はちょうどあの JR の廃線時期を使われるという非常にあの条件的にも恵まれて、えー、LRT の周辺に将軍へ進んでいる 施設なんかもできて非常に街の活性化に寄与しているというあの最近の様子も聞いたところそういうことでしたし、あの宇都宮の状況はまだ報道で知るばかりですけども、あのやはり交通というのはこう都市の活性化を支える非常に大きな規模かと思ってます。あの今都市も人口減少等等都市の成長が必要な中で。 錦鯉に代用されるようなどう活力が高めていって若い人に移住定住企業地進めていくのかという時にとって非常に交通も大事なキーワードというふうに思っていますあの我々が直ちに LRT どうこう言える状況にはございませんが他都市の状況も見ながら非常に目の前の我々にと,と,と,とってはバスと地下鉄のこのネットワークどう守るかということが目の前の課題ではありますが非常にあの 注目をしている動き、宇都宮等々の動きについては注目しているところでございます田中員あのもう東京に帰られた鈴木副市長が、あ新しいこの交通システムで、この環状ネットワーク構想も含めて考えて。 行かなければいけませんね。というような話もしていただいてた中で、エルフティーも実際問題として一番あのこの感情、ネットワーク構想のを、えー、進めていく上で一番現実的な話なのではないかなと思いますし。し、えー、まあ,あの引き続きまあ、長期的なスパンでこのエルダーティーも注目をしていただきたいと思います。そして、あの。 まあの先立って、まあ、新聞報道でもありましたあ国土交通斉藤国土交通大臣がええ地域の実情に寄り添った解決策を見いだしお年寄りから子どもまで誰もが行きたいときに行きたいところへ行ける社会を実現したいと、まあ、いうことで、えー、地域の公共交通に関する会議のときに、まあ、こういう発言をされたということで 新聞でも報道がございました、まああの京都市だけを見ましても市内洛中の中心部と周辺部ではやっぱり格差がありますしその中でなんとか格差を広げないためにもやっぱりこの移動手段というのは非常に大事ですんでこの お移動手段をしっかり、えー、特に周辺部では確保をしていただきたいなと切り捨てていかないようにしていただきたいなとそれにはな、うん何といってもやっぱり単独自治体単独では非常に、えー、この現状も厳しいです、えー、皆さん方も結構あのー、<laughs> 国の方にも要望活動を行っていただきました私どもも、えー、頻繁に、えー、この コロナ禍の中特に今までは公共交通にはもう国の支援ってほとんどなかったのがやっぱり地方創生地域を守っていくというのはやっぱり交通手段をそれぞれの地域で確保していかなければいけないというやっとそのように国の方も目を向けてくれておりますので引き続きここは。 私どもも今年は4年ぶりに、団全員で来月予算要望に行きますがあ、京都市の方もなかなかその辺のところが、えー、要望行動が弱かったように思いますし、私どもも反省をしております、京都府会議員団はこれ年2回、3回予算要望に行きますんで、まあ、そういうところはやっぱりしっかり我々も市会議員団も見習っていかなければいけないなと思ってますし、 えー、なんとか国の力も借りながら、えー、地域の公共交通を維持をしてい、えー、くということで、引き続き、えー、皆さん方も知恵を出していただきたいと思いますし、我々もしっかり協力をしていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いをしたいと思いますすどううですか局長北村管理者、はい、ありがとうございます。 あの地下鉄の運賃改定が先生方のご支援で国の思わぬ 予想を超えるごご支援いいいいただいたただこことととででうちにかえて回避できたということもございますあの先日あの、吉井先生としゃべってたらもっと来たほうがいいよと国の方にはもうには各地方からいろんなことを陳情に訴えてきはるしあの知ってるやろと思うかもわからないけど実は東京に全然あのそういう情報が来てないんでもっと足しげくあの要望活動に来たほうがいいよというようなアドバイスもいただいたところです。 あのおっしゃるように、一自治体の努力では、えー、限界があるということもございます、この人口減少社会の中で全国、えー、同じような課題を抱えていますが、えー、我々も、えー、自主努力ももちろんですし、えー、国のご支援、どんなご支援がいただけるか、あの地下鉄とバスで財政構造が違うというふうな問題もありますが、やはりあ,のあらゆる経営手段、えー、経営改革を取り組んでいくという中に、当然、国へのご支援ということもありますし、あの国から坂越副市長、お越しいただいていると。 め込まれた環境にもありますので、そういったネットワークもしっかりしながら、あ,のあらゆる経営改善、国への支援も含めて先生方としっかり連携して、えー、なんとか運賃改定がめこまざるを得ない状況という、ここを最後の手段とできるように、努力を重ねていきたいと、このように考えております、はい、進行いたします。森本委員 森本委員よろししくお願いいたします、えー、私からですね、えー、令和4年度の決算に関連して、えー、交通局からですね公表されているあの京都市交,交通事業経営評価ですね、えー、こちらの中からですね、いくつかあの質問させていただきたいなと思っております。えー、まず最初にですね えー、地下鉄事業における安全確保の取り組みについてでございます。えー、地下鉄事業における安全確保ですね、こちらはですね、まあ、書いてますけども、安全管理の継続的改善、それから安全輸送を支える環境整備、それから災害対策強化、えー、そして安全安心なご利用のための啓発活動の実施。 大きく、まあ、具体的に4つ書かれているんですけれども、まあ、これについてですね今からちょっとご質問させていただきたいなと思います、えー、まず、ですね、えー、駅や列車内への防犯カメラの導入ですね、えー、こちらについてなんですけれども、えー、令和4年度で1 4 0 0万の予算を使って3編成されているということですけれども、えー、まあ防犯カメラ導入に とということは、まあ、地下鉄におけるです、ね、防犯の撲滅を目指したものと思いますが、えー、犯罪がです、ね、発生する場所それからまあどのような犯罪の防止をです、ね、想定されて設置されているものなのかについいてお聞かせください、はい、秋丸高速鉄道担当部長。 地下鉄への犯罪への防止という観点で言いますと地下鉄で発生する犯罪の想定ですけれども犯罪には痴漢や盗撮のほか昨今、他事業者で発生しているような社内での傷害事案などがありまして発生場所につきましても あの駅のホームやあの通路車内でもあの発生するとあの考えております。でそのようなそのような中であの地下鉄をあのご利用のお客様へのあの安全安心を守るっていうのがあの非常に重要なあのことで。 という認識のもとであの日頃からあの駅係員によりますあの駅構内の巡回をあの適宜実施したりとかでまたあの万が一あの事件があの発生した場合にはあの直ちにあの警察の方に通報するなどあのお客様の安全を第一にあの対応してきておりますあの紹介にありましたあの防犯カメラにつきましては すべての駅にあの駅出入り口とかあの改札付近、またあの通路、エレベーター、ホーム階にあの合計あの1000台を超えるあの防犯カメラをあの設置しておりましてこの,あのカメラの,あの映像につきましてはあの駅の事務所内でモニター監視を行っております。またあの車,内へのあの車両内ででのあのカメラの設置とということで あのカラスマー線の新型車両に対してえ順次あの車内防犯カメラの設置を進めているところでございます。森本委員、まああの犯罪の想定についてですねご紹介いただきましたけれどもあのまあ少し今はあれですけれどもお大きなですねあのまあああいう地下の空間ですので、えー、まあテロとかですね。 そういうことも想定されていると思うんですけれども、その点の備えっていうのはういかがですか。塩見高速鉄道部長。はい、えー。ただいまご紹介いただきましたあのテロの問題でございます。あの他の都市ではですね、社内でそういったあの。 他の騒動ががあったりりとかいう,ふうな事件が発生しておりますで私どもの方でもでも、ね、そういったテロの対策ということで,です、ね、警察署また消防局と連携をいたしまして毎年年に1回そういったテロですとか有事を想定した訓練を実施してテロ対,対策に控えていると。 いいうようよな状況でございます森本委員、えー、現在、ですね、えー、列車内の防犯カメラのお設置なんですけれども、この烏丸線ですね、えー、新造車のみにですね設置を進めておられるんですけれども、えー、既存のですね旧型車両にはですね、えー、設置されないのかどうか、その点をお伺いしたいと思います。秋丸部長 はいあの社内への防犯カメラの設置につきましては、えー、現在のカラスマ線あの今あの言っていただいたようにあのカラスマ線の新型車両を優先的に、えー、設置の方を進めておりますがあの既存車両につきましてはあの、えー、今後の検討課題ということにでございますあの、えー、まずはあの新型車両への設置ということであのまあ、国交省の方からもあの 防犯カメラにつきましてはあの犯罪抑止の効果があるということが示されておりますがあの、えーまあ、設置台数もあの、えー、一編成あの車両につけますと設置台数も多いことやあのカメラの対応年数、まあ、これもあのメーカーに聞きますとあの推奨が8年と短いということからあの設置とかあの維持の,あの 維持管理の方に多額の費用が要するという課題がございます。で、その中で、あの既存車両へのあの車内あの防犯カメラの設置につきましては、あの課題としましては何よりもあの財源あの財源の確保の問題があのございます。で、まあその上であの構造的なあの。 課題としましても、あの設置の方法をどうするかとか、あのカメラの使用をどうするかとかいうあの検討課題もありまして、あの引き続き他社局やの取り組みをあの調査あの研究の方を進めてまいりたいと考えております。森本委員。ありがとうございます。今あのご紹介ありましたようにですね、えー、防犯カメラの設置がですね、犯、えー、行動機を抑止ですね。 それから犯罪件数の減につながるのであればですねまあ今あのおっしゃったあの財源の問題であるとかまああのそういうことも含めてですけどもやはりあの既存の旧型車両にですねやっぱり防犯カメラは設置していくべきだと思うんですね。あ今あ、ルールをお話しされましたけどもまあ改めて今後どのようにですね進めていかれるのかもう一度答弁をお願いします。秋丸部長 はい、あの、先ほどの、あの、答弁の、あの、重なる部分はあるんですけれども。やはり、あの、新型車両、あの、車両への、あの、カメラの設置ということで。えー、っと、人編成あたり、あの、まあ、箇所数にすれば、あの、二十四箇所設置することになりまして。あの、今、あの、実績で言いますと、約、あの、七百万かかってきます。まあ、そういう中で、あの、先ほどの、あの、繰り返しになりますが、あの、まあ、財源確保の。 課題もあの踏まえた上でさらにあの検討の方を進めてまいりたいと考えております。森本委員、ありがとうございます。あのまあ先ほどからですね、あまあ昨日からですね、さ、え、ざ、ー、あのいろんなあの委員の方々からもありますけども、まあ、財源についてはですね、えー、本市だけではなんかなの国へのですね要望も必要ということですので、えー、ぜひあのその辺も含めて。 えお願いいいしたいなと思いますす、えー、それでですね、まあ、この新型車両に防犯カメラが設置されて、えー、新型車両にしかですね防犯カメラが設置されていないのであればですね、えー、新型車両に乗車しないの利用者の方それからまあ市民の方の安全は守れないと思うんですね、まあ、いろんな課題があるというのは今お聞きしましたけどもやはりそういう観点でですねぜひあの旧型車両への設置の検討をですね 今後まあ研究調査してですねお願いしていきたいお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。次に質問に移らせていただきます。次ですねあの出水期におけるですね浸水灌水対策ですが昨日あの井上委員からもご紹介がありましてえ実は私私もあの井上委員と同じ常任委員会におりましてえ宇治川ラボラトリーに行ってまいりましてえ井上委員と同じようにですね、え。ー 大雨が降ってですね、まあ、鴨川が氾濫して、えー、そ,のそれなくどういう,こう雨のこう水の流れの経路になるかとかですね実際にこう階段からこう水が降ってくるとどれぐらいの水圧かということで、まあ、あの階段を駆け上がると、えー、昨日井上,井上先生はあの5歩ぐらいでだめだったって言ってあったんですけど、まあ、あの大概あのすごい圧力なんですねで私もあの最初あ,のある方からあの 手すり持たんといけって言われて頑張って行ってたんですけど、まあ、あの実際手すり登らずに私は登りきったんですけど多分あの実際それやったらアウトだと思うんですねだからあの現実的ではない訓練だなと思ったんですけどもやはり実体験にするとですねもう相当なもんなんですねで、えー、まあ,あの浸水対策ですけども、えー、やはりあのこういう気丈でこう言葉でですね見ているとまあ,あ そういういのは必要だというふうになるんですけどもやはりあの現実に感じないとなかなか人間動けないのではないのかなというふうに思っておりましてまあ例えばあの民間でよく行われているあの火災訓練とかですね事業者さんとかでだったらまあ1年に1回とか2回え消防局の方が来られてでまあそのひなえ防犯 防火装置ですね予防の機材の点検だとか避難経路だとか実際に避難訓練してで、まあ、こういうことですよとで、えー、近くの公園にこう何分で来れるかというのをみんなで競ってこう訓練するというのがあるんですけどもこの地下鉄において申し上げますとなかなか普段こう電車が走って皆さん利用してる中で。 えー、そういうリア,リリアルにこう感じてもらえるということは、まあ、現実的には不可能だと思うんですけども、えー、一方でですねやっぱりこういう水害、えー、実際には昨日もちょっと出てましたけども、えー、安城寺川でですね、えー、2度あの氾濫して三笹駅があ使って、まあ、1万5600トンの雨が降って、えー、3日排水使って4日動けなかったという事案が2年前にも ありましてそういう時になった時にはまあも,うもうはっきりとお手上げみたいな感じになっちゃうかもしれないんですね。市民の方にやっぱりこう浸水、水害やっぱり地下鉄利用していただくうえでやっぱりそういうのの隣り合わせなんですよっていうところも感じてもらうために、えー、具体的にどういうふうにお取り組みになっているのかということをお聞かせください。秋丸部長 地下鉄駅への浸水対策ということで昨日も井上議員からの質問にありますけれどもまずは浸水対策出入り口からの浸水を防ぐということで止水場の設置、水道の配備を対策として行ってきておりますが先ほど言っていた あの言われたようにあの安勝寺川につきましてあの過去2度あの浸水があったということであの反省しているところでありますけれどもあのまず最初にあの平成25年にあの台風による大雨が原因であの浸水がありましたあのその時にはあの本当に長期間の,あの地下鉄運休をしたということでそれを踏まえてえ京阪の方があのまあ 川あの安昌寺川から京阪のえ線路を伝って地下鉄の方に流入したということで、あの京阪とあの交通で交通局で対策をしてきてるんですけれども、まずあの京阪の方がえそのえ川から流入しないように止水板の設置をあのされております。でそのでえっと二回目につきましてはあのまあ設置をしたんですけど。 もあのそれが間に合わなかったということで警戒体制の見直しを行ってきたりということで対策を取ってます。先ほどもありましたように訓練というのは非常に重要ということで毎年、出水期前には京阪と交通局が合同で出水場の設置訓練を実施したりということを行っております。そのような中で本当に えー、止水板の設置につきましても、あの止水板設置しているところについては、あの出入り口の方に止水板を設置しているというような掲示、あのー、もさせてもらったり、あのー、お客様に安,安心して利用できるようなあの取り組みのはあは、あの継続して進めていきたいと思っております森本委員。ありりがととうございいまますすす、えー、続いてですね、えー、ちょっと変わりますけども 烏丸、えー、線北青路駅でですね稼働式法務柵がですね、えー、本年の1月に供用され雇用開始がされたということでございます、えー、京都市場烏丸お池に続いて4駅目の設置というふうにお伺いしておりますが、えー、この法務柵の全域設置ですねについては令和2年3月にですね令和10年までに 全駅に設置する計画を策定されておられましたけれども、まあ、コロナの影響で、えー、今延期となっております、えーまあ、残り11駅ですねあると思うんですがこの設置計画についてですね、えーまあ、今コロナから、まああまあ、2類から5類へということで、えー、日常前の生活でどうなのかってこうこう葛藤がある中でやってるんですけども えこの残り11駅,駅への設置計画についてどのようにお考えか、えー、お聞かせいただきたいと思います秋丸部長。烏丸、はい、線の可動式ホーム柵の設置ということで、えー、東西線の方はあはホームドアがあります、全駅についてますので、えー、対策はできてるんですけれども、烏丸線につきましては、あの今、言っていただいたように、えー、4駅については設置したんですが。 残る11駅の未設置駅につきまして令和2年3月にはあの言っていただいたように令和10年度までに設置する計画を策定したんですけれどもただあの新型コロナの感染症の,あの影響によりましてあの経営の方もあの危機的な状況に、えー、直面したということで、えー、全駅設置にはあの巨額の,あの投資、まあ 約110億の費用がかかるということで、令和10年度中の設置というのを延期をしております、そのような中で、ホームからの転落を防止するという意味では、ホーム柵の設置というのは非常に有効な対策というふうに認識しております。 線域に設置するという方針にはあの変わりはあのないんですけれども、設置時期については、あの今もあの経営状況の方あの大変あの厳しいものになっているということであの、今後の経営状況の,あの回復を見ながらあの、判断していきたいと考えております森本委員。ありがとうございます。 えーまああのー、今、ご説明いただきましたように、まあ、やっぱ巨額の費用はかかりますよとで経営状況を見ながらということなんですけど、えー、このホーム柵の設置で、ね、今もし、えー、ご紹介いただいたように、まあ、安全対策としてですねやっぱり重要であるというのはこれはもう間違いない話なんですけども、えー、この烏丸線のに全駅にホーム柵が設置されればですね、まあ、東西線同様に烏丸線のですね ワンマンマ化が図れると思うんです、ねえー、まあお聞きすることによると今あの運転手さんが運転されてで聞いてるとそのこう停止線にですね止まるのかなり技術がいるというふうにお伺いしております、まあ、私ちょっとずっと調べてたらですねあのちょっともうだいぶ古いですけども JR 脱線事故があった時ですね宝塚線の。 あのときもあの、まあ、日勤教育で負荷がかかったなんとかかんとかありましたけども、まあ、あの事故が起こる前からの停止線を思い切りオーバーしてですねでまた戻ってとかいうのがあって、まあ、技術的にもかなり大,大変なんだろうなというふうに思うんですけども、えー、この,あの、まあ、ワンマン化が図れればですね、えー、コスト中に占めるあの人件費はですね、えー、かなり圧縮というかまあ大きく圧縮できるというふうに思います。えー なりふり構わない経営改善というふうに今おっしゃっている中でですね、えー、経,営改善経営改善にあのかなり寄与すると思うんですけども今、ご紹介いただいたように、まあ、設備投資、大きなあお金がかかる経営上のバランスもあると思うんですけども、まあ、あの早期、ですねこれがまあせあの経営状況にもよりますけども設置ができるようにですね、えー、ぜひあの検討ですね。 え進めていただきたいようにこれは要望しておきますのでよろしくお願い申し上げます、えー、あとですね、えー、次あのお,、まあ、お客様ニーズに応える向上ということでですね、えー、この交通事業,交通事業経費評価ですねこれをに載っておりますけども令、まあ、状を取られているということで、まあ、ちょっとちらっとあって あたかもしれませんけど、まあ、実際491件寄せられてますよと、ね、去年より75件、えー、プラスで寄せられてますよということで、まあ、評価あに値するなというふうに言う一方でですねやっぱりあのお客様が一番喜んでくださるあとはそのお客様のおサービス向上につながるというのはあの何より,やっぱりあのお客様から寄せられるあの苦情とかですね 要望に対する対応がですね、まあ、迅速に解決できたら一番まあ喜んでいただけるしそれがまあ顧客満足につながるのかなと思いますので、まあ、この点も引き続きです、ねえー、まあ令状を取られているということですけども苦情要望にもですね、えー、丁寧にご対応を引き続きしていただきたいなということでこれも併せて要望しておきたいと思います。よろろししくお願いいたまますす、えー、次質問に入ります、えー、と利便性性快適性のところで 一般社団法人京都府理学療法士会と連携したエスカレータマナーアップ合同キャンペーン、これを本年の1月に実施されてますけれども、その内容と効果についてですね、お伺いしたいと思います、はい、塩見部長。ありがとうございます。理学療法士協会ととのの取り組みについてのご質問かと ただいま議員の方からご紹介いただきました一般社団法人京都府理学療法士協会様はですね令和元年度から障害のある方が安全に外出して社会参加できる環境づくりを目指してエスカレーター利用時のマナー啓発というものにかなり注力をされているところでございます私ども交通局におきましてもこの間エスカレーターの問題につきましては 色々と対策を取っておりますエスカレーターでは歩かないでくださいまた2列に並んでお進みくださいというような啓発を行ってきたんですが理学療法士様も同じような取り組みをされているということで令和3年度からご一緒にエスカレーターのマナーアップキャンペーンというものをさせていただいているというところでございます。あの どういうふうな効果があったかというご質問でございました。私どもの方もですね、この啓発活動というものはですね、速効性があるものではないのかなというふうに思っています。あの粘り強くお客様に訴えをしていくことによりまして、徐々に徐々にではありますけれども、マナーというものは変わっていくのかなと思います。ただ こういった取り組みをしっかりと進めていく中でこれはすみませんあの私の感想になってしまうので申し訳ないんですけども最近は少し歩くお客様エスカレーターで以前はだっと歩かれるお客様かなり多かったんですが随分と今は立ち止まって、えー、左側の方京都はなぜか左側の方に <laughs> 立たれるというのがあるんですけども左側の方に並んで、えー、エスカレーターをご利用いただくというような状況になっています。 っていうのかなというふうに思いますまあ、いずれにいたしましてもあのマナーアップというのは一応一席で解決するものではございませんので、えー、こういった理学療法士センター様とのおコラボもお今後ともしっかりとしていく中で、えー、マナーアップを務めてまいりたいというふうに考えております以上でございます森本委員ありがとうございます、えー、続いてですねあの駅トイレのバリアフリー化ですねこれについてで ですけども実施状況と今後の予定についてお聞かせくださいあ、はい秋丸部長はい、あの駅トイレのバリアフリー化ということであのこれもあの、えー、バリアフリー、あの、えー、トイレの段差解消とかということであの大きなあの改修が必要になってくるということで。あの、えー トイレの改修時期を捉えまして、まずは開業後30年以上経過したり、老朽化が進んでいるカラスマ線においては、平成23年度以降、全面改修に取り組んでおりまして、一旦令和2年度に完了しております。また改修にあたっては、国のバリアフリーのガイドラインとかを義務付けられている。 あの段差解消とか、そういうあの様式の,あの便器化ということで、解消するという取り組みを行ってきて、お客様のサービス向上を図ってきております。で、そういったあの更新に合わせる中で、改修の方を行って、バリアフリー化を図ってきております。森本委員ありがとうございます、えー、あの今ルールー あのお聞きしたんですけども、えー、これまでお伺いしているとですね昨日からのお話もありましたようにやっぱりあのいろんなことをすることによってですね大きな設備投資にはお金がかかるということなんでこの経営状況によって、まあ、判断していかざるを得ないということはもうよくわかるんですけどもそういうお取り組みをされてる中でですね、えー、なりふり構わない経営改善と誰一人取り残さない SDGs とかですね いろんなこうタイトルが踊るんですけどもやっぱ現実的には厳しいお話かなというふうに私は思っておりましてやっぱり現実的なお話をしないといけないなというふうに思いましてあのそもそもですねえ今あのちょっとこう関連してのお尋ねになりますけども今あの本師がですねえこれ交通局さんじゃないですよないですけど えー、京都市地域公共交通計画素案についてですね実はパブリックコメントを取っておられて19日に終わる今最中ですねなんでこれはあの大変大きな、あのー、局を横断してですね前兆、まあ、的な問題かなというふうに私は思っておりましてで、まあ、これもですね、えー、この計画素案ですけども京都市地域公共交通計画協議会でですね まあ、議論に議論を重ねられて取りまとめられたものであるんですけどもあの協議会には当然あの交通局さんもですね交通事業者の立場で参画されてます、えー、特にですね、えー、市バスにおいてはですね、えー、市,バス市内バス輸送の8割のシェアですねこれが市バスが占めます、えー、そこでですね、えー、この計画に掲げられた、まあ、課題方針 についてですね交通事業者としてのですね、えー、立場からについてちょっとお考えをお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、時間がありますので、えー、ちょっとお端折って、えー、お伺いすることにはあなりますが、えー、やっぱりあの一つはあの高齢者対策ですね高齢者の方、えー、はあの非常にあの今あの運転免許証の返納数 これがもう近年増加しておりまして、えーまあ、この方々が何を不安に思ってられるかというと、まあ、あのこう補助してくれる方々がそばにいてないとかあし支援施設がそばにないとかっていうよりもやっぱり自分たちの,その生活の足がなくなるっていうことに非常に大きな不安を抱えられているっていうのがこれ国土交通省の統計からもあるんですね。でこのの高齢者のです、ねえー、不安 えこれについてです、ね、やっぱりあの払拭しないといけないということとそれとまあこの交通者のまあ生活の足、えー、維持確保さっきありましたようにちょっとまあいろんな事情でそこにまだ通ってないっていう地域もあるやに思いますけどもこういう高齢者のまあ運転免許証返納される高齢者の不安をこう取り除くための中で、えー、この計画を進めていかれるという中で本社はどういうふうに 問題意識を持っておられて取り組んでいこうと思われているかあのお答えください。はい、すみません、秋丸さん。あ、違うすみません、小玉部長。はい、えー、今ございました、えー、京都市の、えー、地域公共交通計画の関連でございます。まああの高齢化というお話もございました。あの京都市行きましても高齢化という部分、えー、進行という部分もございます。あのー。 まあ市内いろいろなエリアがございます、まあ、それぞれ地域にも特色もございますそういった中でまあ市内の交通体系ですねそれぞれのエリアをまあ各交通事業者がその地域の実情に応じたそういった形での運行をなっているそんなところでございます。 あの私ども、しバスで申しますと、令和3年度に旅客流動調査を行ってございます。その状況によりますと、しばすのお客様のうちのまあおよそ3割ほどがまあ70歳以上のお客様であったということでもございまして、そういった中で、やはりこういった生活、コースの維持、確保というのは重要というふうには認識ございます。まあ、一方では、昨日来からもございますけれども、全国な課題に担い手不足。 そういったまあ困難な課題にも直面しておりますので、そういった部分の中で、なんとか地域の皆様の生活を支える、えー、現在の出発路線ネットワークを守っていきたい、まあ、そういった意味で各事業者が頑張っていく、そんなふうに思っているところでございます森本委員。ありがとうございます。えー、まあたくさんあるんですけれども、まあ、あの私はの最大というか、ですねこれ、常任委員会でも申し上げたんですけど、最大の懸念はですね、 えー、地域公共交通会議っていうのが下部、まあ、組織であるんですね7つほどあるんですけどもまあ翻って言うとその全部にはないわけで,で当然そこがあの地域の方の,その、えー、ご要望を聞く機関ではないということは分かってるんですけども、えーまあ、そういう中で,です、ね、こういう地域公共交通会議がない地域がある中でですね 本質としてそれこれからどのように取り進めていくかというのをえお聞かせください。もう終わっているので、あのはい、n 終わります。はい、すみません、はい。進行いたします。北山委員。えー、質問に入る前に。 昨日もちょっとお願いをしましたが、えー、私、あの後ほど経路乗車証の質問をするときに、これをあの示して質問するということで、きのうもやったんです昨日は今日は使っておりませんので、えー、ごめんなさい、昨日使っておりませんでしたので、きょうまた利用の許可をよろししくお願いい、ます。はい、承知しました。はい、承知しましまた。えー、北山どうぞ。 えーまあ、ちょっと敬老の前にですね、昨日、運、う、賃、ん、のね、バスの値上げの運賃、うん、の,の問題で質疑を行いまして、ちょっとまだ一言言いたりなかったのは、結局ね、その言いたりないというか、あらゆる努力をしてとか、なりふり構わぬ経営改善、さまざまな言葉はございましたが、どういうものをするのかということと、市民にとったら、どこまでね、やれば、値上げが回避ができるのかと。 まあいうことでの関心が一番高いといとうこととを申しし上げましたところがそ,のそれは不明なんだと、まあ、これでは市民は納得いかないんではないか、えー、いつどこで,です、ね、どういうふうに示されたら、ね、その値上げのことになるのか、まあ、突如として条例が出るのでは、ね、市民は納得いかないのではないかということで、不明ということは、これは僕は市民に対しては失礼なことではないのか、受益者、いわゆる利用される方にとってのです、ね、やはりそういった内容を示すべきではないかということを、 申しし上げましたがその点がどうかということと、そういったことに対して、ですねもっとやはり、えー、市民に対する、ねえー、説明、市民にどういう理解を求めていくのか、公、ま、聴、あ、会でも開いて、ですねきちんと僕は納得を得るぐらいの今は状況にあるのではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか上田企画総務部担当部長。 はい。え、運賃改定市バスの運賃回転についてでございます。え、先日もご答弁させていただきましたけど、やはり今現在不透明な状況であるので、え、具体的な案を示すことを、また具体的な、え、状況を示し、進める状況ではないというふうに考えてございます。あの、おっしゃっている通り、しっかりとですね、我々も市民に理解いただけるような、え、これからも、今後も引き続きですね、え、情報発信には努めてまいりたいというふうに考えてございます。北山委員。 しかし、その情報発信、さまざ、あ、まな判断ということになりますが、これがね、昨日も言いましたように、それが年内なのか、ね、ちまたで言われているような3月なのか、えー、もっと何年もかけて、ですね、きちんとした調査やですね、えー、事情聴取などができるのか、まあ、こういったことについての、ですね、これは不明と言われたのでは、これは僕は納得できないし、そんなことで値上げをされたのではたまったもんじゃないというふうに思いますし、私どもはもともと値上げはすべきではないという立場でありますから。 その点もう一度、お願いできますか。上田部長、えー、繰り返しの答弁で申し訳ございませんが、やはり我々運賃改定は最後の手段というのは十分認識してございます、そういった中であらゆる経営努力をしながら、今現在取り組んでございます、ただあの、今現在どういう状況なのかということにつきまして、やはり収入支出、両方とも不透明な状況が続いてございます、そういった部分をしっかりと見定めることが肝心かと考えてございます。えー、今は あらゆる経営改善に取り組む時期だというふうに考えてございます北山委員答弁には納得いきません、ですから、また市長総括でも、市長にもね、伺いますけれども、やっぱりそういう姿勢ではです、ね、これは値上げなどには到底納得できないということになりますし、もともと理解も進まないということになりますがね、そうすると、市民の皆さんにも十分な説明をするということについては、どのようにお考えですか。今の時点で,です、ね、そういうい内容が 理解がね、されるような努力がどういうふうにされているのか、その点についての内容、私はあのできれば、できればというか、これは市民公聴会でも開いてです、ね、またできれば、えー、関係者、利用者のです、ね、説明会などをきちんと開いて、まあ、そのどういう市民の、ね、意見があるのかということなどについて十分聞くことや、今の生活状況の中からです、ね、到底そんなものを受け入れられないという声などをしっかり受け止める局であってほしいと、こう思いますが、いかがでしょう。 上田部長、はいえー、市民の皆様のご意見につきましては、常日頃からいろんなご意見を頂戴しているところでございます。またこのビジョン改定版の作成にあたりましては、パブリックコメントも実施してございます、そういった中で運賃改定についてのご意見等も頂戴しているところでございます、そういった中でわれわれは、えー、いかに持続可能な運営ができるのかということが事業者としてやはり考えていかなければいけないところでございますので、その点をご理解いただければと考えてございます。北山委員 まあ、この新聞報道でもね、値上げ時期は不透明というタイトルで、えー、その示す、示すといこの値上げをです、ね、示されることについてのです、ね、市民が受け止められない、またそういったことがです、ね、それは突如出てきてですよ、まあ、議会での議論は一定されてるし、まあ、もちろん知るべきは知るでしょうけど、僕はほとんどの利用者の方がです、ね、どういう状況なのかとか、まあ、そういう、まあ、値上げをするらしいという。 ことぐらいは、ねまあ、それはあるかもしれませんがしかし少なくてもそういったことに対する、えー、いろいろなあ利益団体利便性をね利便性を受けているところなどがです、ね、しっかりとした意見をねやっぱ述べるチャンスだとか、えー、そういう,う努力がねされるべきじゃないかと僕はパブコメをしたからってパブコメというのはねこれはまあ提示をして、まあ、それに対してあの受け止めた方が返答するわけでもっと能動的にですね、えー、局の方から。まあし 一般でもよろしいいわゆる京都市全体質でもよろしいから、そういう態度対応をですね、すべきだというふうに思います。改めてその点変わりませんか上田部長。はいえー、申し訳ございません。繰り返しの答弁になるかと思いますので、えー、そういった点をご理解いただきたいと思います。北山委員。はい 理解できません。あの納答弁で私は納得できませんので、またこれまた市長総括でも言い延ばていきたいし、まあ、後日また常任会などでもですね具体的な話をしていきたいと思うんです。でもう一つあの一般会計からの繰入金の問題でね、これまでも盛んにですね一般会計からの繰入れを求めないとというのが。 胸を張ってよく答弁をされるで、私は驚くべき発言だなと思ってですね経営がこれだけ厳しい中であらゆる努力をするということにですねこの会計一般からのですね支援を求めないという姿勢が、えー、そのまま持たれているということはねこうはあらゆる努力ということのこれは背くことになるんじゃないかとこう思うんですよねでこれはもう過去からご存知のように、えー、バスタイの 償還、えー、についてのです、ね、繰り入れがありましたし、えー、赤字路線についてのです、ね、生活支援の補助の繰り入れなどもありましたさまざまな、えー、これまで努力をして、まあ、まあ大変厳しい中をどう立て直していくかという点での支援があったわけですね、まあ、そういう点では、まあ、後ほど述べましたが経路上社長でもです、ね、制度がどんどん交代をしていくというふうなことでやっぱり事業経営にです、ね、責任を持つという点から見たらそういう努力をすべきではないのかと。 この点ではどうなんでしょう、大塚部長。繰り返し、この点についてもご質問あの、いつもいただいておりますけれどもあの、やはり公営企業会計としての基本原則ということを、まずわれわれはやはり守らないといけないのではないかというふうなことを思っております。でおっしゃっていただい,ているように、確かに過去にあの非常に経営状況が悪かった時期あの、一般会計から任意の補助金をいただいてたこともございました。まあ、その時には あのそもそも経営の根幹がもう全く、えー、収支の行動自体が成り立ってないということがあって我々の経営改善ということも前提とした上でえで、ー、一時的にそういう補助をいただいているというふうな形だったのかなというふうに思っておりますで今まあ,あの確かにコロナというのは非常に厳しい状況ではございますでその中であの一般会計の方も、えー、コロナ対策の交付金でございますとか えそれからさまざま、できる範囲の中ではあのえ繰り出しをしてくれているというふうにあの思っております、あのこの原則の中であの精いっぱいのことをやっていくというようなことが、やはり我々に求められているえ役割であるというふうに思いますので、しっかりと経営改善に向けて取り組みを進めていきたいというふうに思っております北山委員。社会状況からね、まあ、コロナの対策だとか、あのハイブリッドでのね支援とか、ありましたそそそれはまあそれはでうういう政策的な 課題での繰り入れがありましたがしかし経営さらにはあ事業そのものがですね、えー、継続発展させられるそういう意味での、ね、やっぱ補助制度があるとは、まあ、ことが違うわけで今あのおっしゃったように、まあ、過去にそういう事例も受けてですね、まあ、まあ立て直してきたといいますか、まあ、今日まで来たわけでありますで今の状況がね大変厳しい事態にあるという認識は変わらないわけですから当時のね厳しい事態って,言ってそれは状況はちょっと違いますよ。しかしか 経営そのものもがつまり、しば事業が大変厳しい市民に値上げを言わざるを得ないような状況にあるわけですからそれを回避をするための、ね、あらゆる努力をするという点から見れば、まあ、少なくてもなるかならんかはこれはまた別の問題ですが少なくとも交通局がそういう一般にです、ね、支援を求める態度を、ね、僕は変えるべきだというふうに考えますがこの点どうですか大塚部長。 あのえー、すみません、これもまだ繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、あのやはり、えー、公益業会計の原則を守って仕事をしていくというのは、これはもう我々に課せられた使命やというふうに思っております。でまあ、臨時交付金の件もございますしあと例えば え宿泊税ですね、まあ、あのこれ別に補助金、あの経営立て直しの目的でいただいているものでは当然ございませんけれども、そういう目的の中で、我々としても宿泊税の首都にかなっている分については、まあ、交通局の事業やという,ふうなことで繰り出しをしてもらっているというようなところもございます。いいいろろなな手段を使いながら 一般会計の方も、我々のことを考えながらやってくれているというふうにも理解をしております。あの引き続きしっかり協議しながら、使える手段はもちろん使っていきたいというふうに思いますけれども、こういう企業の原則を維持しながら、しっかり取り組みを進めていきたいというふうに考えております。北山委員 まあ別に上げ足を取るわけじゃないけれども、公営企業のですね、いわゆる独立採算性、まあ、それそのものに僕は問題はもちろんある,わけあると思っておりますし、わが党はそういったものをどう,いう打破できるかということが一つの課題だと思っております。しかし、一般会計からこれまでもね、受け入れてきたわけですわ。で、またそういう状況を当時のね、まあ、あの立て直しを、まあ、立て直しというか、乗客増をして、経営改善をしてね、いろんな努力がされていく、そういう中で、一般会計の、これは別に短時間で、結構長い、 えー、ずっと支援がされてきたわけですからまあ、そういうものをね。バスの車体の支援なんか以前からです。んかで当然様々な努力をですね。もっとしてるんだということがね。これは僕らの目にも見えないしまして。やですね。こうきちんとした。そういう一般会計からの支援は求めないという言葉によってですね。それは遮断をしている。これはね。独立採産性とは別の問題です。京都市がやっぱり市バスとしてですね。市民の足を守ってるわけですから、まあ、その守る努力がね。一般会計の,の。 支援という姿でで示されるわけですその点今のね独立採算性を守っているから東京からやらないんだということとは僕は相反することあ相反されたまでは言いませんがしかしそれとでは違うのではないか一体となったですね努力がされるようにですね求めるのが皆さんの僕は責務ではないかというふうに考えておりますしもちろん市長総括でも言いますけども今局の皆さんが その姿勢が変わらないということであれば、僕はこれは重大な問題ではないかというふうに思います。 はいあの一般会計、えー、市のあの一般会計それからよそ、えー、他の部局ですねも含めてあの交通我々のその交通のこの体系というのが維持されるべきであるというふうなことについてはあの共通の認識であるというふうに思っておりますまあ,あのいろいろな形で協力関係の中でこれまでから業務を進めてきておりますしまああの時期によってさまざまな支援の仕方をしていただいているのかなというふうに思っておりますあのその理念はしっかりと保ちながら、えー、我々として守らなければいけない 原則もしっかり守るつつ、経営改善に努めていきたいというふうに考えております北山委員値、えー、上げを回避すべきだという、私のき、まあ、昨日から今日の質問に対してのです、ね、回答が結局です、ねえー、どういう努力をするかということのメドが不透明だということやとか、一般会計のです、ね、支援を本来求めるべき姿勢も示されていないということでです、ね、こんなど、ね、で、こんなことで市民が値上げを受け入れられるはずがないと。 私どもも値上げはすべきではないと思いますし、撤回すべきだとでそのことをですね。市町村活動を求め、また市民の皆さんの声をですね。しっかり受け止めながら、えー、届けていきたいというふうに考えております。あの撤回することを強く求めてちょっと時間の問題で次の質疑に移ります。で、経路乗車証のちょっと課題なんですが、これちょっと言いましたように。まあ、皆さん少ないでしょうか？私7。5なって <laughs> 70からも上回って持っておりますし、去年は、えー 昨年は私、年金生活でしたから当然まだもらっております、ちょっと高かったですけどね、まあ、その問題は別にして、ですね経路乗車証の制度で皆さんの方は経路乗車証を持って、ですね、まあ、こうやってかざして通れば、それで負担金でやるということであります。しかし、京都市全体の、ね、立場から見ますと、経路乗車証の本来の役割がどこにあるのかと。 いうことについての認識をもっと持たないといけないんじゃないかえどういうふうに理解されてますか上田部長 はい、えー、経路乗車証制度につきましては、我々交通局の立場で申し上げる立場にないと考えてございますが、今回の見直しにつきましては、えー、経路乗車証制度の持続可能性を高めるため、平均寿命の伸びや受益と負担のバランスを踏まえ、市の行政、行財政改革の中で決定されたものというふうに受け止めてございます。北山委員。まあ、経路乗車証がですね。まあもちろん。 これは保健福祉の局の、ね、所管でありまして、一般会計の政策的な課題であります。これはもうご存知のようにですね、1973年、ちょうど50年前、半世紀前にですね、えー、創設をされまして、目的がきちんと発揮、えー、して、えー、その目的がね、えー、内容に書かれております。長年にわたり社会に貢献してこられた高齢者に敬老の意を表するとと,ともに、さまざまな社会活動に参加し、生きがいを作る、生きがい作りや、 介護予防に役立ててもらうため、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的に創設をすると、これが、えー、この経路乗車証制度のです、ねえー、条例の中で目的として示されております、つまり高齢者の生きがいをです、ね、保障するということで作られて、でそれが市バス地下鉄、まあ、当時は自然でしたが、えー、利用のね、寄与することで、高齢者が安心して出ると。 財政的な問題で今、うんという話になりましたが、まずそういったことについてのです、ね、本来の経路の意を表してね、えー、行く皆さん、多くの人がです、ね、それを使って、えー、利用するということでね、僕もこれ、いろいろ使ってみて、えー、大変、まずあの意欲が、ね、外に出る意欲がね、出ます、それから当然、外に出ますから、健康が保てるだ当然、外に出ればです、ね、まあ、孫に何かこうやってやるかとか。 今まで、酢丼だったものは、卵を飲丼でもするか、鍋焼きでもするかとか、まあ、言うたらね、経済効果が大変大きいわけですね、名古屋で,です、ね、経済効果の調査をやられましたら、300億円以上の効果があると、これは名古屋市そのものが認めたところであります、その後、私ども、京都市でもです、ね、そういう調査をすべきじゃないかということで、これは保健福祉で何名も言ったんですけども、される,される様子が全くないので。 どういうことかと思いますが、私ども、えー、市民団体の皆さんと一緒にです、ね、同じようなアンケートをずっとやってみました、去年発表したんですが、まあ、京都でやると大体500億円ぐらいのです、ね、経済効果が出るんではないかというふうに、これはまあ発表され、団体の数字として発表されておりまして、まあ、いろんな意味で、えー、効果があると。で、ましてはそれを使ってね、バスや地下鉄に乗って、それはあのそのことによって、皆さん、くり入れ金の 固定した支援ということと相まってですね、えー、効果として示されているわけでねでそれがどんどん後退をして、えー、どんどんやる去年の10月でですねそれまでの負担金が2倍になったんですで今年の10月から3倍になったんですよねだから少なくとも3000円だった方は9000円になってだから名古屋は最高で5000円なんですで京都市は最低が9000円。 これではあまりの、ね、都市間格差が大きいのではないか、同じような制度を使って。しかも向こうは,向こうは,というのは名古屋市では市内で,です、ねえー、民間の事業、いわゆる民間バス、それから鉄道、まあ、ここらにも、ね、ほとんど利用ができる状況になってきていると。京、え、都、ー、市はなかなか、ね、先ほど来から民間バスとの関係で全部にすぐ使えるというふうにはなっておりませんので、まあ、こういったところの、ね、改善などが。 進められなくてはなりませんし、そういったことでもっと乗客をね。増やしていくことになります。受け路乗車証が去年2倍になっただけで2万5000人の方がですね。もうこれは受けられないと言ってね。やめられたんです。だから、この10月の3倍以下でどうなったかというのはまあ、まだちょっと公表されてませんので、え分、ー、かりませんが、しかしまあもっと増えてるんじゃないかというような想像に難くないので。 まそういう制度から見て、ですねやっぱり皆さんの利用をしてもらう人を増やすという立場からも、ですね経路乗車証制度のえいわゆる制度が、中身がですね、交代要するつまり本人負担が増える70歳でもらえていたものが、10年後には75歳になっちゃうと、総所得、一家の所得が700万円超えたら、ですねもう来ないと、だからまあ議員の皆さんにも来ないわけですだから、そういうことになるとですね、ますます、え、ー 利用が減っていくそうするとね、まあ、結局その今おっしゃってたように財政とだんだんリンクした姿になってますから、繰り出きのね、これは現象にもつながってくる、利用者が減っていく、まあ、後退した事態に追い込まれていくんではないかということになりますが、そういったことについてのですね、皆さんのご見解を伺いたいと思いますいかがでしょう。上田部長 今までからもご答弁させていただいてございますが、軽量乗車証制度の中身につきまして、我々は申し上げる立場にないという状況でございます。そういった中でも持続可能なものという方うな見直しをされたというふうに受け止めてございます。我々交通事業者といたしましては、もちろん厚労者の方も含めまして、あらゆる多くの方にです、ね、安心してご乗車いただけるように、ソフト面、ハード面もしっかりと取り組んでいくと、これが交通事業者の使命であるというふうに認識でございます。北山委員 事業にですね携わる皆さんが、まあ、そういう、えーまあ、経路乗車証などのですねやっぱそういう効果、内容、まあ、そういったものが社会的にもですね大きなこう動いていく要因にもなりますしまたそれが事業の支援にもなるというふうにしっかり理解をしていただいて。でえー、制度が 妙な縦割りによるです、ね、申し上げる立場でないとか高校だとかいうことではなくてやはり全体としてつまり京都市そして京都市民という点から見れば、ねまあ、皆さんは交通事業をやっている保健福祉はまあ福祉の授業で、まあ、教育は教育だとかいろいろ縦割りになっているけれどもしかしそれはやっぱり情報共有、ね、仕事の内容などをしっかりお互いが共有しながらそれ、ね、はやっぱり意見をしていくとか内部的なまあ議論を、ね、進めて。 こういう立場で、これは良くないんではないかとか、これはもっとこうすべきではないかというふうな議論を、ね、やるべきだと思うんですよで、そういう点でもちろん公式に答弁はできないということになってもです、ね、内部的な議論、当然そういったところの共有をです、ね、しっかり進めていただきたいと思いますが、その点についてはどうでしょう。上田部長 はいえー、保健福祉局はじめ、えー、あらゆる各局でも、あれ常に連携を取ってございます、そういった姿勢で今後も、えー、事業運営に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます北山委員まあ十分なあ議論がです、ねえー、されるということは、市民にとってです、ね、行政に対する信頼をする上でも、ね、大きなあ課題であります、えー、こ,こ,はこのことやから私は知らないという、いわゆる昔のよく言う、縦割り弊害的なことに、ね、やっぱならないように。 やっぱあの交通局は交通局として、そういう京都市の福祉の、ね、施策としての内容がです、ね、理解もされ、まあ、そういったことによってです、ね、もっとそれを充実させることで、事業が発展する経営改善にもつながっていくというふうになるわけで、そういう理解をぜひしていただきたい、またそういうことについてのです、ね、共有をしていただきたいと、市長にも強くその点を求めていきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。それからあの前からら前民間バスのの支援の問題で次で次すけど 私、言っておりましたが、あの常任会で山科の事例を申し上げまして、市バス以外の、ね、民間バスがどうなっているかということについての、えー、質疑をいたしました、その時にですね、まあ、あのいろいろなところで情報交換はしていると、意見交換はしてますよと、まあ、いうことでありまして、まあ、それはその通りかもしれません、しかし、実際に例えば先ほど出た公共交通会議、山科でもありまして、 えー、そうした人たちの話だとかいろんなとこを、ねえー、聞いておりますとやっぱり、えーまあ、私ども山科ですからちょっとあのね軽バスの範囲になっておりますから軽阪バスの、えー、授業がしてもらわなくてはならない、ね、としかし市バスが撤退をした時にですね、えー、当時の交通局からですね、えー、交通への問題ねいろんな え課題について、えー、要望はどんどん言ってくださいよと、警犯に届けますよ、また一緒になってね、まあ、努力はしましょうと、まあ、それはその後もずっと確認をされてきているわけでありますから、当然ね、えー、そういう姿勢は変わらないと思いますが、そういう共有はどのようにされてますか。小玉部長 はい、市内各エリアを運行されております各事業者との部分でございますあの今やりましたようにあの山下エリアにつきましては京、ま、阪、あ、バス様がま地域のバスにあっておられるということでこれまでからも運営されておられ京阪バスと私どもの間これはバス事業者同士の部分でもございますが、あのー、日常的にまあ 細かい話を申しますと例えばまあ年中行事例えば祭事などありまして経路変更がありましたりダイヤ調整があったりそんな部分での打ち合わせもございますしそれ以外の場面でもあの適宜と申しますか随時と申しますかまあことがあるたびにまあ 協議まあ、打ち合わせといった形での場を持っているところでございます、まあ、それ以外にも、あの地域公共交通会議ですとか、えー、地域公共交通協議会とか、そういったあの公式の会議等もございます、そういった中でまあ日々情報の交換やり取りしているというのは変わりないところでございます北山委員、まあ。いろいろなね、要望やあ声がどう実現ができるかと、でまあ、大概こう、極に言いますと、まあ、京阪の事業ですよと。 京阪に行きますとです、ね、私とかは財政的になかなか難しいと、まあ、市、まあ、もあまり変わらない答弁が多いけれどもね、しかし実態としては、例えばもっと路線を増やしてほしいとかさ、えー、もっと増便をしてほしいとか、バス停を、ね、もうちょっと改善をしてほしいとか、山下のバス停なんてね、なかなか厳しいところたくさんあるわけで、えー、国交省でもね、全国で千何百か所の、こういう困難なところもあるということで。 えー、京都市もずっとその改善をされてきてまだ36箇所あるというふうなことでありまして、まあ、36箇所どころではないなと僕らは僕は私は、えー、調査した結果を持っておりますまあこれはまた別の機会にやりますけれどもであの時というのはこの前の常任会で山科の小山からです、ね、新奈良街道を通ってあの車庫の方に行く路線がです、ね、朝7時ちょっと過ぎからもう次は10時過ぎまでないということで <laughs> まあこれを少なくとも何とかしてほしいことがかなり以前から署名も添えて。 京阪さんにもお届けしましたし、交通局さんにもそういう要望をしてますよ。ということを果実、私も同席をしてお伝えもいたしました。だから、そういうものがねまあ。少しでも改善をされる。またそういう努力がされている。そんなことがね。やっぱり住民の方に見えないと、まあ、本当に行政がま。た京阪バス。に、 ま県、あ、民は民間ですから、どう軽犯にどうこうとはなかなか言いにくいんですが、えー、京都市がきちんとそういう点を届けて、ですね改善に努力はされるいうことが必要じゃないかと、でバス停の問題でも、前から言いました方では、川田のバス停ですとか。 まあいろんな大塚のところ、バス停だとかね、もう民家の軒の下にあるような、また田んぼに落ちそうな、ねまあ、厳しいところもあります、まあ、もちろん市バスのバス停の改善も今までもいろいろ意見がありまして、えー、一つ一つの、えー、安全を、乗客の安全をです、ねまあ、そういったところで、えー、進めていかなくてはならないというふうに思っておりますが、まあ、もちろん市バスでの改善はちょっとやっていただくことは当然としながらです、ね、私は民間バスに対して、もっとそういう努力ができないのか。 それから例えばあのバス停、僕前から言ってたのは、例えばバス停のところにです、ね、展示ブロックがないところがあるわけねで、展示ブロック、これはあの障害者の方からです、ね、えつけてほしいと言ったけども、それを軽犯だと言うんですけど、しかし、京都市の公道でありますから、当然建設だとか、もっとです、ね、歩く町などとの協力をして、展示ブロックぐらい、えー、民間バスのところでもですね、えーまあ、全部といいますか、主要なところについてはすべてつけていくとか、まあ、そういう努力がされてこそですね、 えー、市民にとっての公共交通になると思いますが、そういう点ではいかがでしょうか。小玉部長 はい、各地域のバス輸送についての中で、あの京阪バスとはまあ日頃から意見交換という部分は先ほど申し上げましたとおりでございます、まあ、そういった部分で、あの先般8月ではございますが、小山大塚地域のバスの増便ということについても、まあ、私ども交通局の方にも、地域にお住まいの方、お見えくださりましたので、その点については、私ども,もお話をお伺いし、その内容、を京阪バスの方にもしっかりとお伝えさせていただいている。 そういったところでもございますあの地域にお住まい皆様からは例えばまあ今の輸送力の中で工夫できないかとかそのような具体的なご提案もいただいたというふうにも聞いてます。 聞いいてございます京阪、まあ、バスの方まあそういったの中で聞いておりますのは、まあ、新型コロナの影響によりまして、やはりお客様の数が減少しているというような状況ですとか、まあ、経費の削減という部分がやっぱり喫緊の課題になっているということ、そして、まあ、何よりも担い手不足という課題も京阪バスも直面にされておられるというふうにも申しておられまして、まあ、増便はもとより、まあ、路線の維持すらまあ厳しいと、そのような、えー、ふうなことも聞いてございます。 まあ先般あの山下 A のバス路線でもあの交通調査ですね、旅客調査もされたというふうにも聞いておりますが、引き続きそういった中で、ご利用状況を見ていくというふうにいったお考えも必要でございますので、そういった私どもいただきましたことについては、速やかにえ京阪バスのお伝えしたというところは、お含みいただければというふうに思ってございます。北山委員まああの速やかに 伝えたということでありますが、市民の声がですね、まっすぐ届く、まあ、そういう点での努力は今後ともよろしくお願いしたいと思っております。もうちょっとしか時間がないので、ちょっと地下鉄でですね、ええー、私あの、前からこの間あのー、駅務員のね、民間委託がずっとこの間されて、まあだいたい半々になってきたと。で、去年ですね、今度は東大線からすま線で5つの駅で、今度は窓口の窓口のラッチのとこでね。 職員がいなくな,いな,くなっているです無人になってですね、えー、行くとこれはね僕も5つのところ全部行きましたけどねなかなかあの、まあ、経路乗車証拠を見せようとしても、まあ、あそこの倒産とか,かんということになると、まあ、ちょっと手間もかかるとか、まあ、いないということへの不安がですね多いのとで大変、まあ、もちろんあのカーテンがゴッとしたって中に職員さんがいてねそれは押してくださいというのがこうありますけどもねこれはやっぱり不安ですわ。その不安ってのは普通、まあ 県庁でまた、ふ、えと、ー、行く方はど,どうってことはないですけど、ちょっとこう聞きたいとか、それからやっぱり経路省でちょっと見たいとか、いろいろね、心の不安もある方もありますし、僕はやっぱり友人にして、えー、地下鉄がです、ね、安全に乗れるものにぜひしてほしいとこう思うわけであります。えー、無人少なくともです、ね、あの無人人の窓口をやめてて友人にして えー、きちんとですね、えー、乗客に向き合える、えー、気にしてほしいとこう思いますが、この点いかがでしょうか。塩尾部長、えー。ありがとうございます。あの駅のリモート化についてのご質問かというふうに思います。あの先生もご存知のとおり、この間あ地下鉄事業コロナ禍によりまして大変厳しい財政状況の中。 え経費削減の一環として、今、ご紹介いただきましたご駅につきまして、リモート化を行いました。あの私どもの職員もですね人員を削減しながらやっておりまして、本当にあの厳しい状況でございますが、今後ともお客様に不安のないように、しっかりと駅を守ってまいりたいと思います。ありがとうございいまますす進行いたします はい、共同委員どうぞよろししくお願いいたします、えー、昨日、市バスメインでさせていただきまして、今日はあのー、まあ一部、市バスもありますが、あの地下鉄が中心になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。えー、はじめ、私の方からは、あのー、先ほどちょっとあのバリアフリーのお話が出ました地下鉄の方でです、ね、すいわゆる障害者対応についてお聞きしたいと思います。あのー、さっきの あの過去の常任会の中で私どもの川島議員の方からもいわゆる地下鉄の駅のトイレのお話しさせてもらいましていわゆる温水洗浄機能がないところですとかあとはその異性の介助者が入れないトイレがあったりとか。 またスペースがまだ未だに狭いとかさまざま配慮が必要だということをちょっとあのさせてもらったことがあるのとあと同じ私どもの西山議員がですねあの障害の方があのインターホンを押す時にちょっと車椅子の方が非常に押しにくい場所にあることがこれ改善してもらいましたがあと私自身もあの駅の方の券売機にいわゆるその障害を持った方の 切符がう売れない売れないというかそういったボタンがないというお話もいたくあの受けたことがあります、まあそういった現状の中であの現在あの、交通局地下鉄として障害者の方への対応についてどのようにされているかまた課題等もありましたら教えてもらえますでしょうか。小玉あ失礼しましまた塩見部長 地下鉄における障害のあるお客様への対応のご質問ということでございます。あの地下鉄ではこれまでから体が不自由なお客様等への対応につきましては、マニュアルを作りまして、各駅の職員毎年研修をしているんですけれども、その中でマニュアルの方を展開して、 おお客様にに対して、えー、ししててっかりりとケアできるようにしております。また加えまして、あのー、地下鉄の駅職員全員直営なんですけれども、えー、交通サポートマネージャーという資格これを取得させまして特に障害のあるお客様に対して、えー、地下鉄の駅がご利用しやすいようにまたサポートしっかりできるようにというような対応を取っておるということでございます。 ソフト面では備年させて,していただいてましてハード面では先ほどお話があったとおり駅については30年を経過すると回収をするというお話がありましたねあの、まあ、期間的なものを短縮はできないのかもしれませんけどもそういった一個一個の諸課題またそういった点検箇所そういったものは逐一あの確認していただいてぜひあの改善に積,積みつけていただきたいと思います。であのそれを踏まえまえしてですけども令和6年年いわゆる来年度の4月1日からは あの障害のある方へのいわゆる合理的配慮の提供は義務化されるんですけどもそれに向けての,あの取り組みはどうなっているでしょうか。塩見部長 はいえー、合理的配慮の義務化についてのご質問かと思いますあの私ども、地下鉄におきましては、えー、この差別解消法が施行されて以降、えー、しっかりと対応をしてきております、えー、今ご紹介いただきましたとおり令和4年6月から、えー、義務化をされますただ、えー、私どもも従前からこういった対応をしておりますので今回義務化されることによって私どもが新たに対応を変えるということはございませす までから義務化されても大丈夫なような対応を整えておりますので対応とすれば今まで通り安心してご利用いただける地下鉄の対応をしていくということでございます。協働委員ありがとうございます。あえっと6月1日からでしたっけ7月1日は施工ということになるんですかね。一応提供は6月ということ。ちょっとタイムラグがあってすいませんでした。わかりました。 あのしっかりとその成功された後あのもし対応することは可能だということですね安心しましたので、まあ、ハード面とソフト面合わせてあのぜひあのお願いしたいと思います特にあの障害のある方またそういった解除されている方から非常にあのご多くのご要望やご意見や気が付いたことを寄せられるものですから逐一それはお話しさせていただいて対処していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 それにまた、あの付随しまして今度はの高齢者のことをお聞きしたいんですけれどもあの、まあ、人生100年時代で先立てもお話ししましたがあの高齢化率が29.1を全国超えましてしかもあの認知症の高齢者についてはあの700万人を2025年は超えるということがあって京都市、本市でも88万人に達するという予測がされています。でその中であの過去には岩倉地域教科さんが 市バスに対してまた地下鉄の駅構内でも認知症の対応の模擬訓練というのをされたことがありました実はあのこういった模擬訓練というのは私も参加したことがあるんですけどもあのこういった今後増え続けていくであろう認知症の高齢者に対するそういった対応についてもどのようにお考えか教えてもらえますか。塩見部長 えー、認知症の問題についてのご質問でございます。あのただいま議員の方からご紹介がありました通り、えー、我が国が抱える重要な社会問題だい。 いうふうに考えております。えー、高齢化が進む社会景気状況におきましては、本当にあの深刻なものであるというふうに認識しております。そのような中で、えー、地下鉄では、少し前の話になりますけれども、今ご紹介いただきました通り。平成27年度から、京都市岩倉地域包括支援センター様のご協力を仰ぎながら。えー、認知症、行方不明者声かけ訓練。 とといいいうことを一緒にさせててただいておりますそういった中で私どもの職員の方も実際に認知症のお客様がどのような行動をとられるのかまた駅でどのようなそ振りをされているのかというようなこともお伺いする中で駅の職員が迷われているお客様がおられたらまず「あ認知症の方かもしれないな」そういう時はどのようなお声がけをしたらいいのか。 というふうういふななことが分かるような訓練をしております。また、えー、加えましてあの年に何回か定期教育訓練という、まあ、研修を行っているんですけれどもそういった機会を捉えまして認知症の方々のことについて学習する機会を設けているこのような状況でございます。平等院 ありまし,たあのしっかりとそういった内容を訓練していただいているということで認識してっしるわけですねあのやはりその認知症の方がです、ね、なぜか知りませんけどもお金もなければ身分証もないのにあの家の玄関に出られて行方不明になるとですねすごく遠い滋賀県とかであの発見されたりするということは交通通ってるんですね実はそれがバスなのか地下鉄なのか分かりません JR か分かりませんけども実際に改札をスルーして電車にまで乗って。 で先方の駅を降りた駅で通報されるというパターンがやっぱりあるものですからそういった点ではそういった事態に陥る前にあの地下鉄または市バスも含めてでしょうけども駅の職員の方がそれをいち早く発見してそこで止めていただくのは非常に大事だと思うので引き続きその辺りの対応は。 あの強化をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。特にあのあの人町交流館と認知症サポーターの要請などもしていると思いますから、そういった内容も含めて職員の方にぜひあの周知をしていただければありかとています。よろしくお願いします。次の質問に移らせていただきますけども、あの地域交通としてのダイヤの在り方についてお伺いしたいと思うんです。けれども、あの1つはですね。あの地下鉄がコロナ禍で減便されました。 であのまあ、原味そのものはあのそのコロナ禍の状況の中では仕方がないということだと思うんですけどもやはりその私自身も地下鉄を使う時に以前こんな言い方していいのか分かりませんけども行ったらすぐ乗れたというイメージがあったんですが今はあらかじめあのアプリで時間を見て乗り継ぎの時間まで全部調べてから行かないと駅で結構待つんだという認識に変わってきました。でその中で そういったコロナがこれから今、5類になってこれからさらにあの乗客数も回復をしていくことが見込まれる中でこのダイヤについてあの以前のような形に戻していくまたはあのいわゆるその市民サービスの向上という観点からダイヤの見直しをするというような予定についてはいかがでしょうか。塩見部長 地下鉄のダイヤにつきましては、これもコロナ禍によりまして、お客様の減少を受けまして、朝夕のラッシュ時を除きまして、えー 夜の21時以降お客様が多く減少した夜の12時21時、9時以降とですね11時から15時この間のダイヤをですねそれぞれ減便をさせていただいている状況でございます。あのご紹介いただきました通りお客様の方もだんだん戻ってきていただいているというありがたい状況なんですけども令和4年度とはですね一番お客様が多かった令和元年度と比較しましてまだマイナス13.4%。13. というようなお客様の戻り具合でございます。あの日々地下鉄をご利用いただいているお客様の感覚としましたら、あのコロナ中でもう地下鉄に乗らないでくださいみたいなことを申し上げていた頃に比べますと、多くのお客様にご利用いただいていますので、すごく増えているなというふうに思われるかもしれません。特にあの神津線のですね、北行き、北行きですね京都会館、京都駅から国際機関駅の電車なんかで言いますと、京都や四条から 多くのお客様にご利用いただきままして、えー、かななり混,ぜ混んでるような状況も見受けられますただ一方で、えー、地下鉄はですねバスと違いまして6両で1編成で運行しておりますので正直今申し上げました烏丸線でも東西線の乗り換え駅の烏丸お池ここが実は先頭の車両また2両目あたりが乗り換えがすごい便利な車両になりますのでその車両は多くのお客様がおられるんですけども残りの 4両については意外にお客様も少ないというような状況がございますので、私どもの方も分散乗車のご協力をお願いするなどをしております。で質問になりました、今後の考え方なんですけれども、お客様の戻りというのもまだそういった状況でございますので、今現在、残りの4両も比較的空いているという状況もございますので、現時点での含みについては考えていないというところでございます。以上でございます まあ現時点では国民はなかなか考えられないということでまあただあのこれから動向を見てあの令和元年以前のような 回復状況を見たときにはそれも考えていただけるということを認識してよろしいですかね、ぜひあのそのあたり、また戻していただければありがたいと思いますのでよろししくお願いします次は同じダイヤの在り方につきましてですがあのこれは市バスになるんですけれどもあの路線ダイヤの在り方に関する検討委員会が行われましたので結果も出ていると思うんですがそのあたりを踏まえまして市バスについてのいわゆるダイヤの在り方についてどのように今考えていらっしゃるか教えてもらえますでしょ。うか小玉部長 はい、バスの路線ダイヤの関係でございます。今ご紹介ありましたように昨年度シバス路線のダイヤにありあり方に関する検討委員会を設けまして、委員の皆様からもご意見をいただきながら投資をいただいたというところでございます。まあ投資の主な内容としましては、まあ、利便性の向上と効率化を図りながら、まあ、今のシバス路線ネットワークを維持継承していくことですとか、あるいはま観光利用の回復に応じ混雑の緩和、まあ、そういった部分の、えー、内容。 そして、移住、定住や企業誘致など、都市の魅力や活力を高める、都市の成長戦略を力強くさせること、等々ですね、そういった投資をいただいたところでございます。その中で、混雑への対応でございますが、この間の京都をお見えになられる旅行者の回復状況ですとか、そういったものを見ながら、臨時バス、駅と観光庁を結びます、楽々ライン、そういったものも運行しておりますが、そういった運行実績ですとか、観光ドミニアの方の動向を見 極めながらま運行計画検討を進めているところでもございます。まあ、一方でえー、まあ、私ども厳しい経営状況というところでございます。また、昨日来議論もございました。全国的なバス運転手との担い手不足、そういったものの課題もございます。た他方まあ、落差の方では？ 今朝方も議論ございましたが、落差地域での最高プロジェクト、そういった動きもあるというところでございますので、そういったところも踏まえながら、あの次の大学開催に向けて検討を進めているところでございます。まあ、担い手不足もそういった部分を懸念される中ではございますが、お客様の利便性、効率性という部分をしっかり考えながら検討を深めていきたいというふうふに思っているところでございます。 ありがとうございます先ほどお話がありました通り、あり午,午前中、今も午前中ですけど議論がありまして市バスにつきましては一部の黒字路線がおかなりの赤字路線のカバーをしている現状ということも認識しておりますけれどもやはり先ほどお話がありましたけれどもやはりその市民にとってあの足がなくなるのは非常に不安だということもあるという面もあって非常にご苦労されると思うんですけれどもこの市バスにつきましてもぜひあの市民の方が困らないような 路線とダイヤなあから引き続きお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。このたこの質問次はそれでとどめたいと思っております。次に、ね、先ほども地下鉄の安全対策の話が森の議員の方からあったんですけど、うん、私もカラスマ線の防犯カメラを置きしようと思ったんですけれども、のまあ、他の車両につけるのに700万ほどかかると一つ1車両当たりですかね、一本の車両にあたりですかね、なかなか難しいという話を聞きました。 であのその中であの駅も含めた防犯カメラがすべて勘定すると1000台以上あるというふうに先ほどお聞きしたんですけどもあの昨日、市バスのいわゆるそのバス車内の防犯カメラというかドライブレコーダーの警察への,けんあの提出件数が100件とお聞きしたんですこの特にこの地下鉄の方であでそういった防犯関係で警察にその協力をした件数とかまたそれが事件に関連したもその件数わかりますったら教ええてもらえますか 塩見部長、はいえー、地下鉄の駅の防犯カメラを警察の方に情報提供した件数ということでよろしいでしょうか。はいえー 令和4年で大体400件程度、約400件程度ご提供しております。あと、令和3年度では約300件ということでございます。あのこれは警察の方がですねいろんな事件の捜査、私どものほうにはどういった捜査かというのは、実は教えていただけないんですけれども、あの捜査事項証明書というような形で、私どものほうに紹介がありまして、私どものほうの録画した映像をご提供する。 そのような仕組みになってございます以上です兵道委員ありがとうございます まあ令和3年から4年で100件、まあ、これは犯罪が増えたのか、それとも警察がたまたま紹介が増えたのか分かりませんけれども、また犯罪内容も分からないので、あのどういったあの逃走ルートに使ったのか、そういう内容かもしれませんけれども、まあ、それだけ400件とか,かなりの件数があったということですね、役立っているんですね、ありがとうございます。で、あの防犯について、ちょっとこれ、お話、あの事前にお伝えしなかったんですが、先ほど防犯ということがあったときに、あの消防と警察と一緒に訓練をしているという話があって、あのこれ、一点ちょっとお聞,きしたかお聞きしたくなったんですけれども、 あの特にその駅の構内というか、あの駅の,あの公務員のか駅の駅務員の方ですよね、あの私、前に教育委員会にも質問したことがあったんですけれども、あの駅のそういった詰め所のところねさすまたって置いてあるんでしょうか、変な質問ですが、さすまたんで、訓練の時にそういったものを使って、しっかり職員が使えるような訓練されているんですか、変なこと聞いて、ごめんなさい。あはい 確かに議員ご紹介いただきました通り各駅にさすまたというのを用意はしておりますただ、私どももあの職業は交通局の駅の職員でございますのであの犯人を捕まえるということが仕事ではありませんのであくまでもあの置いてあって万が一そういった事態があったらあの使うということで、まあ、多少の使い方の訓練みたいなのはしてますけども積極的に使えというようなことはあの指導はしていないということでございます。で 何かあったらすぐに警察の方に連絡をしております。あのまた、さすまただけではなくて、防護用の盾みたいなものも駅の方には用意をして、もしそういった事件があったときに対応できるようにということを一応しております。以上でございます。共同委 すみません。変なこと言って安心しました。ありがとうございます。あの安全あの通勤、または通学等で駅を使っている方々、行革の方安全ということでまあ、警察もそですけども、もいち早くそういった方に対応することが駅の方に出てくるといけないので、ちょっと聞かせてもらいました。ありがとうございました。よろしくお願いします。次の質問させていただきたいと思います。けれども、えー、昨日もあの山本委員の修二委員の方から。 あの駅中のお話がありましてでその中であの小規模スペースの有効活用についてのお話が出てまして実は私もあの駅中で特にその小規模スペースイベントスペースについて非常に気になっていることがあるんですけれどもあの今後、拡大をしていくという話が昨日もあったんですがあの一つ気になるのは駅によってその乗降客がかなり差があるまたあのそこで人流の差もある。 そういった中であのそういったスペースの料金設定とか例えばあの私が使っているのは実は烏丸線の倉間口という駅であの非常にあの個人的な話で申し訳ないんですけども。 あの改札は一つしかありませんけれども人の流れはほとんどその通勤とか電車が来るとき以外ないというところですがそういったスペースでのいわゆる1平米あたりの例えば利用料金だとか1時間いくらだとかそういったものとやはり京都駅や四条駅とか全く差があると思うんですがそのあたりの基準といったものがどういうふうに考えているか教えてもらえますか。はい、金田え企画総務部部担当部長はい、えっと 駅中ででのあののス、えー、スペースの、まあ、賃料の考え方とといいうことでございますあの、まあえー、と私どもあの、まあ、区画を作ってお貸ししている部分とそれから今、熱心に進めております小規模スペースをご利用いただく上での,その、まあえー、基準というのはあの具体的にこうというのは今、定めておりませんで。えーと あの委員ご紹介いただきましたように例えばその、えー、と駅ごとの、えー、とご利用者数がどの程度あるかあるいは同じ駅でも例えば改札のすぐそばなのか、えー、と通路ちょっと行っていただかないといけない、まあ、要するにそこの通行量ですね通行量がどうなのかあとはご利用いただく面積がどうなのかっていうことも、えー、考え合わせて、えー、と設定を。あの そその都度ししてまままいいるよううな形でございますそうします委員と例えばあのここの駅のこの部分をこのぐらいの大きさで借りたいというような要望があったときに現段階では1平米1時間いくらとかという決まりはな,くないけどもその時その時でそういったふうにあの判断をしてあの決定されるという認識でいいんでしょうか。金田部長はいえー、と まあ今、実際にあの場所をお貸し出ししていますイベントスペースに関しましては、日額でえとあのこの駅でしたらえと何平米でおいくらですということをえと乗降客数に応じて定めているところでございます。であのまあその後その えっとすでにまあイベントスペースとしてご紹介しているところ以外のご利用をされたい場合はまあ同程度のえっと平米数で、えー、そのご利用者数を勘案してこれぐらいということであのお貸し出しをしているということでございます。兵働委員はいわかりましたありがとうございます。そうしましたらまああの一応イベントスペースということではそういったあのほぼほぼ基準も 明確になっていて貸し出しているという認識でいうわけですね。あの、まあ、そういった情報というのを、を例えば、あの、借りたいんだというときには、直接。やはり交通局さんに聞かなければわからないんです。それとも、何かウェブサイトとかで、こう発信されているんでしょうか。金田部長。はい、えっと、イベントスペースに関しましては、あの、今現在、えっと、京都駅、それから、四条駅。 小池駅それから太秦天神川駅ということで4か所設定してございましてこちらの方ではホームページでもご覧いただくことが可能でございますでそれ以外の駅で使いたいんだっていうご希望がございましたら私どもの方にお尋ねをいただきましてお答えさせていただいてるんですけれども昨日もご質問ございましたように今現在そのイベントスペースとして設定されてい まだできていないところについてもあの今後、拡充をしていこうというふうに考えておりますので、えっと、そういうことでそのイベントスペースとしてあのご利用いただけるというような情報を今後、えっと、ホームページ等でもです、ね、充実させていきたいというふうに考えているところでございます。 あのうも拡大をしていくということでさらにその利便性、利便性と言っているの分かりませんけどもそういったあのビジネス的なものも含めて拡大していくという話があったのであの私はどちらかというとローカルの駅ばっかり使ってますけどもぜひそういったところでの,あの流行利用が促進すればいいなと思ってますのであの今お話があった通りそういうところも順次拡大してあのウ,ェブサイトウェブサイトでいけるか分かりませんけども広報していただければ非常にありがたいですすおお願願いいいいいしししたたと思ままよろくす。 でえー、と最後の、えー、と質問になるんですけれども、えー、これにつきましては地下鉄の集客向上に向けてちょっとお聞きしたいことがもう1個あるんですが、あのー、昨日も同じ山本主治医の話ばかりと気をつけてくラッピングバスの話がありました。 であの実はそのラッピングバス、今日はバスじゃなくて地下鉄のお話をするんですけどもあの先日あの、京都国際アニメ漫画アニメーションあのフェアがあって京麻布があったときにあの地下鉄で京麻布号いわゆるあのデコレーション車両をされたというふうにあの伺っています。 でこれもあの日頃からあのこういったイベントが行われるとタイアップをされているとお聞きしているんですけれどもやはりあの地下鉄という性質上外側にしても誰も見れないという非常に悲しみがあってでも内側とかはなかなかあの人にあの見える場所は多いと思うのでそういったデコレーションにつきましてあのこれからどのように取り組んでいく予定か教えてもらえますでしょうか。はい、金田部長 はいえー、と地下鉄車両での,そのラッピングですとかあの内部の装飾についてでございます。あの委員ご紹介いただきましたようにあの、えー、と今現在8月28日から、えー、10月10 13日ということで本日まで,です、ね、あの京真風の、えー、とアニメ をえっ、ー、と地下鉄車両に装飾をしているところでございます。で、あのまあこれは平成25年度からあの京麻府と連携をさせていただいて、あのコロナ禍であのまあ京麻府が開催できなかった令和2年度を除いては毎年こう続けてきている事業でございます。で、あのまあ京麻府の PR をするとともに、まああのそういった装飾をしている。 で車両に乗りたいということで、えー、とお客様のご乗車を促しているということであの非常に効果の高いあの事業かなというふうに思っているところでございますあのただあの先ほど委員からもご指摘ございましたようにあの本来地下鉄でございますのでなかなかこう、えー、と車両の外側にあのラッピングを施すということについて効果がどうなのかということがございますあの えっと一応、その広告としてはあのラッピングトレインの設定もあるんですけれどもあのなかなかあの地下鉄車両にラッピングをというご希望はあの企業さん等からはなかなかございませんであの今の京麻府との連携を除いてはなかなか実現していない状況でございます。たたただあのえっと近鉄等のの路線もあの走っっておりますのであのまますででそういったその奈良まで 行ってあの、見られるということも、PR をしながら、あのそういったあの車両の活用によって、えー、収益を上げていくということも引き続き考えていきたいというふうに考えてります委員ありがとうございます。 なかなか企業さんから要望がないと非常に残念ですけども、まあ、あの近鉄で奈良の方には宣伝ができることですのでぜひあのそれは進めていただきたいと思います、まあ、いろんな意味で京麻布で私も感じたのはあの外からの若者たちがあの来るのに今回京麻布とかあの役立ってるんですけどもこういった電車に乗るためだけに来るような方もすごく集客的,あの集客的に効果あるなと思いましてぜひあのそういった取り組みもぜひお願いしたいと思っております。 1>, であのちょっと1点だけ、あのこれは要望なんですけども、あのこれはあの、は果実、あのお名前を伏せますが、あの部長にお話をさせてもらったときにです、ね、市バスのいわゆるそのラッピングもです、ね、少しあの楽しみを持ちながら、例えば猫バス仕様にするとか、そんなお話もさせてもらったことがあるんですけども、あのそういったあの市民の方、そうしてお子さんが乗りたくなるような、そういったバスのラッピングも、ちょっと少し今後、検討していただきたり、要望しまして終わりたいと思います。ありがとうございました 質疑の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時刻は午後1時といたします。よろしくお願いいたします。